皆さんこんにちは、牛木翔太です。営業に挑戦して人生を変える YouTube チャンネル、今日も始まりました。今回はですね、牛木が営業でこう成果が上がってきたんだけど、このままでいいのかな、どうしようかな、営業ってどうなのって思っちゃったことについてお話します。前回僕が営業を始めたねエピソードとかお話したんですけども、もう最初は1ヶ月は全然うまくいかなかったです。で、2ヶ月目ぐらいからちょっとずつ成果上がるようになったんですよ。買取も順調に買取ができたりとかで、ね、一応その買取の業界のことを言うと、まあ普通営業って販売じゃないですか、相手に売るっていう形なんですけども、買取営業なんで逆なんですよね。お客さんから買うんですよ。で、いくらで買うか、これぶっちゃけなんですけど、安く買った方が成績になります。ぶっちゃけそう、内緒ですよ、内緒。で、高く買うと、これね、店長とか上司に怒られたりとかするんですよ。なんでこれがね、また難しいとこなんですよ。10万円ぐらいが妥当だとするオートバイがあって、お客さんが12万ぐらいで売れればいいなとかって思ってる。それが僕ら8万とかね、時には5万とかって言うんですよ。そうだ、ドン引きしたりとか、もういいよいいよ、帰って帰ってとか怒ったりとかする時もあります。でも逆に最初から、じゃあ10万ぐらい出せますかねとか、もう2万ぐらいなんとかなんないの、あ、いいですよとかってやっちゃうと、これね、高く買い取りってことで成績つかないですよ。ということは分かります？お客さんからなるべく安く買った方が成績にもなるし、褒められるし、こっちが嬉しいんですよ。これってなんか微妙な気がしません？なんかお客さんに喜んでもらえないというか、僕もやってて1日3件4件5件買い取りさせてもらって、ありがとうって言ってくれる人の方が少なかったです。なんか最後はもういやいや、もうしょうがないからいいよ、持ってってよ、もういいよみたいな感じで、あらさいました、すいませんみたいな、なんかそんな感じだったんですよね。だからね、これって営業の仕事ってどうなのかなと思ったんですよ。やっぱりもともと営業の仕事してなかったんで、営業っていうとなんかちょっとうまいこと言って人を騙すとか押し売りとかっていう、なんかマイナスイメージもあるじゃないですか。で、実際営業やってみて成果上がったんですけど、なんか自分がやってることってこれいいことなのかな、悪いことなのかなって思ったことがあったんですよね。で、そんな時ね、すごくね、嬉しかったこと一つあります。バイクの買い取りでこう業者3人ぐらい呼んで、一番高いところに売るぞっていうやり方があるんですね。それやってくるお客さんはね、結構僕らから厳しいお客さんで、うわーとかって嫌なんですけどね、バッティングとかって言うんですけども、3社バッティングで、じゃあ一番高く出したとこ売ろうみたいな感じで進めてって、僕ね、一番安かったんですよ。でも、そのお客さん、女性のお客さんで、で、僕書類のこととかね、書類の名義変更の手続きとか、そういうのはこうちゃんとこのくらいやりますよとか、買い取ったバイクはこういう風にして、こういう風に行きますよとか、あとは、これバイクはどんなことに乗ってたんですかとか、なんか乗り換えとかするんですかとか、普段何してるんですかと、結構ね、お客さんと仲良くなったんですよ。でも、他の2社は、本当業者として淡々と、こう作業を進めるだけだったんですね。っていうことでですね、そのお客さん、僕のこと割と気に入ってくれたみたいなんですよね。で、僕は一番ね、金額安かったんですけど、つっても1万2万の差ですよ。そしたら、牛木さんのところにお願いしますって言ってくれたんですよ。いや、これ嬉しかったっすね。だってそれ3社呼ぶって完全金額勝負なんで、一番高いところに売るっていうのが当たり前なんですよ。もうね、そんな確認も取らないぐらい。残りの2社怒っちゃって、なんでだよ、うちの方が高いじゃないかとかって、まあでもね、牛木さんのところはちゃんとやってくれそうなんでって言ってくれて、で、お二人にはまあまあすいませんって言って、お客さんが選んでくれたんでって言って買い取りで選ばれることができたんですよね。これはね、すごく嬉しかったです。やっぱりこういう仕事ってやっぱりやりがいはあるんだなってその時感じましたね。で、本題、こっからですね、営業の仕事をしてすごくこう僕がこう落ち込んだことを、疑問を持ったことがありました。あれはね、神奈川県の方ですね、どこだか忘れちゃいましたけど、トラックで行ってですね、結構昔ながらの一軒家、まあ言い方よりちょっとボロい感じの一軒家があって、おばあちゃんが出てきたんですよ。おばあちゃんが70歳ぐらいかな、80歳ぐらいかな。で、おじいちゃんが乗ってたバイクを処分してほしいと。でもね、最初から処分してほしいって言われてるんですよ。で、処分料をもらうのも了承を得てますって言われたんですね。で、これ処分料をもらうんだけど、なんか原付とかのちっちゃいバイクだと、まあ金額も低いので大した成績にならないですよね。だからなんかもうね、処分で決まってんだったら、なんか消化試合かなぐらいな感じで行って、そしたらおばあちゃん出てきて、もう亡くなったおじいさんが乗ってたバイク古くてね、すいませんとかって言って、こうカバーを出すとですね、なんとそっから出てきたのがですね、
ハーレーだったんですよ。ハーレー聞いたことあります？ハーレーダビッドソン、アメリカのアメリカンででかいあれバイクで、しかもその中の古いプレミアムついてるやつだったんですよ。もうね、中古であれオークション出したらね、ボロボロでも5、60万はつきますね。綺麗だと100万ぐらいいっちゃうよ。プレミアムものの昔の古いハーレーだったんですね。うわーっと思いましたよ。うわー、これはすごいみたいな。で、まあ磨けば5、60万は確実にいくなと思ったんで、僕ら10万円とか20万円おばあちゃんに払うことができたんですよ。でももう処分料5000円ってことでもう話が決まってるんで、あ、すいませんねお兄さん、こんな汚くて古いバイク5000円でいいんですかみたいな感じでおばあちゃん来て、みたいな、5000円もらって50万円以上のお宝をもらっていいですかみたいな。これもね、葛藤ですね。僕はね、負けました。はい、大丈夫ですよ、5000円で。本当はもっとかかるかもしれませんけど、5000円でやりますから、ちゃんと。あ、そうですか、すいません、持ってってもらっていこうみたいな感じなんですよ。これね、もし僕がね、上司とこう喧嘩してでも、いや、おばあちゃん、これは、なんとかって言って、実はオークションで5、60万ぐらいつくバイクなんですよ。だからね、10万円、ほら、ね、おじいちゃんがおばあちゃんへの気持ちの10万円、ね、天国でおじいちゃんもおばあちゃんに、みたいなことをできたわけじゃないですか。なんかテレビドラマだったらそんなことしそうですよね、主人公。でもね、その時の僕は情けなくて、もう弱くて、自分の目先の成績が大事だったんで、おばあちゃんをまあ騙すじゃないですけどね、悪いことしちゃったなと思ってます。これ結構きついと思いません？まあ、これがおばあちゃんじゃなかったらここまで思わなかったかもしれないですけど、なんか本当は10万円、20万円渡すことできたのに渡せなかったと。で、そのまま処分料5000円もらってハーレーを持ってって、それオークションで60万、70万ぐらいいったかな。で、すごい成績ついたんですよ。これ、それでトップセールスとかも慣れたんですけど、でもね、トップ1になったからといってね、給料プラスでもらえるの7、8万ですよ、7、8万。20万が28万だったみたいなもん。ってなった時に、なんかこの仕事をずっと続けていくことってどういうことかなって思ったんですよ。もちろん起業したいと思ってたんで、ずっと長く続けるつもりはなかったんですけども、この営業は自分には合わないなと。もちろん甘っちょろいことだけ言ってたら仕事できないのは分かってますけども、この仕事をなんか心をすり減らしてまでずっとやることもできないし、なんかこういう仕事じゃない、なんかお客さんにちゃんと喜んでもらえる仕事がしたいなって思って、約5年弱いたその会社をですね、辞めて、2008年の3月だったかなに完全退職して起業という形になりました。で、起業しても最初全然食えないので、実は友人の紹介で飛び込み営業のアルバイトの営業もしてたんですよね。次回はね、そのエピソードも皆さんにお伝えしたいなと思ってます。楽しみにしてください。で、今チャンネル登録とかも募集してますんで、いいねマークみたいな高評価ボタンなんかも押してもらえると嬉しいです。他にもこんな話してほしいとかリクエストあったら、じゃんじゃん言ってください。じゃあ今日はこの辺にしましょう。皆さん、今日はありがとうございました。